まあオープン戦の最初の頃なかなか調子がつかめなかった斉藤でありますが、まあこれだけ去年実績を上げたピッチャーですから、まあデッドボールとかフォアボールいろいろありまして球数は随分多くはなっているクレソンですが、なんか立ち直りそうな気配もあります。はい、まあ城島は外構えてインサイド来ましたから、そうでしたね、スライダー気味にね曲がりましたから、やっぱスライダーって言うでしょうね、バッターはね、ランナーを進めきれないというか ね返しきれないというのが多かったですよね。しかし今年は機能しそうな感じにこう組み立てができてますよね。ツーナッシング追い込んだ、これがもう和美のピッチングですから ねボールを振らせるっていうのはね。後藤に対します斉藤、まあその駒が全部揃うまでどういうやりくりができるか、はい、ただやりくりできる人数がいますよね、駒がいますよね、はい、これが監督もまだファームの方にはね田上もいますし、そうですね、星の長いね山田もいますから、だって最初言われた3人は2桁勝利の経験があるピッチャーが3人も控えてる、真ん中に落とせるのが一番いいんでしょうけどね。なるほど、ジョージもまた外に構えている、まっすぐか、ウトゥまっすぐだ、わずかに外れた。やっぱりフォアボールで潰れるっていうこういうことなんですよね、はい、試合の流れが変わるっていうことはね、ピッチャーに与える影響というのはそもそうですけれど、ああいう何でもないフォアボールが点につながるというね、はい、さあここノースリーになりました。あストレートの、うん、